大滝や美は、神奈川県平塚市出身の女子サッカー選手。ジェフ・チバレディース所属。ポジションはフォワード。日本代表として3試合出場。2017年7月、フィファマスターを終了。小学校1年生の時兄の影響でサッカーを始める。中学及び鎌倉高校時代は、地元のクラブチーム、横須賀シーガルズでプレーした。卒業後、 バセ田大学に進学し、2008年、2010年には、関東女子、サッカーリーグの得点女王となった。また2009年のユニバーシアードベオグラード大会で、活躍したことで、カナダのヨーク大学から誘いを受け、2ヶ月半留学。同国の大学選手権において14試合14得点という、成績を挙げて、得点女王と最優秀選手に輝いた。また、 2011年のユニバーシアード中国大会でも6試合8得点という成績で得点女王となった。オリンピックリヨン2012年1月ユニバーシアード中国大会での活躍が同大会に参加していたフランス代表コーチの目に泊まり同社がアシスタントコーチを兼任していたフランス女子サッカーリーグ一部所属オリンピックリヨンのトライアウトに招待され そのまま契約に至った。リヨンは2010の11シーズンまでリーグ5連覇中、フランスの女子クラブとして初めて完全プロ化した名門であった。同年3月21日、UEFA 女子チャンピオンズリーグ準々決勝の対ブロンビー戦でデビュー。4月28日、女子フランス杯の対アラス戦でハットトリックを達成した。5月17日、 チャンピオンズリーグ決勝のフライクフルト戦では88分から途中出場し、チームは2対0で勝利。日本人としてチャンピオンズリーグ決勝のピッチに立った3人目の選手になると同時に優勝メンバーともなった。2012から13シーズンはレギュラーダッシュとはならず、個人としてリーグ12試合十得点、カップ戦では1試合2得点という成績で、チームは リーグ優勝とカップ優勝の2巻を達成した。またシーズン中の11月には本年創設された国際女子サッカークラブ選手権のため来日。1回戦の日テレベレーザ戦では5から1と大量リードした後半18分から出場したが、得点はならず、決勝のイナック神戸レオネッサ戦は不出場に終わった。チームは2対1で勝利し、本大会の初代女王となっている。 浦和レッズレディス2013年6月27日、シーズン途中の日本女子、サッカーリーグ一部に所属する浦和レッズレディスと契約を結んだことが発表された。当時浦和はリーグ8位に低迷しており、得点力を見込まれていたが、本シーズンはリーグ3試合、カップ戦には2試合出場で無得点という成績となり、チームもリーグ6位に終わった。 2014年シーズンにはチームが5年ぶりのリーグ優勝を達成した中で18試合3得点という成績だった。EA ギャンガン2014年12月5日、フランス女子一部の EA ギャンガンへと移籍することが発表された。背番号4。ギャンガンでの2014の15シーズンはリーグ5試合2得点、カップ戦3試合無得点という成績で、 最終節のリオン戦終了後に25歳で選手生活からの引退を発表した。2016年フィファマスターに入学。2017年7月同大学院を終了。2017年8月現役復帰しフランス女子一部に所属するパリ FC に加入。2018年1月22日ナデシコリーグ二部に所属する日発横浜 FC。 シーガルズへの加入が発表された。その年、11得点を挙げリーグ得点王を獲得した。2019年1月29日、ジェフユナイテッド市原、千葉レディースへの加入が発表された。同年7月、熊谷咲地下がゆかりらと共に、女子サッカーの価値向上と地域や社会の課題解決を目的に、一般社団法人なでしこケアを設立。 大滝は女子サッカーの社会的地位の向上を願う選手たちの声を取りまとめ団体を創設した。2020年12月30日、クラブからのニュースリリースで2021シーズン契約更新の報告の際に入籍したことを発表、翌2021年5月7日、妊娠したことが発表された。2012年6月20日、国際親善試合のスウェーデン戦で、 A 代表デビュー。同年のロンドンオリンピックではバックアップメンバーとしてチームに帯同した。2013年のアルガルベカップにも召集され2試合に出場した。いずれも得点はなかった。ありがとうございます。